アマゾンウェブサービスとはアマゾンウェブサービス AWS は、アマゾンが提供する包括的なクラウドコンピューティングプラットフォームで、クラウド上でアプリケーションとインフラストラクチャを構築、展開、管理できるさまざまなサービスを提供しています。 AWS は世界中の様々な地域にデータセンターを持つ最大かつ最も人気のあるクラウドサービスプロバイダーの一つであり、以下は AWS の詳細な概要です。コンピューティングサービス Amazon EC2 エラスティックコンピュートクラウド、クラウド内の仮想サーバーで様々なオペレーティングシステムとインスタンスタイプで構成できます。AWS Lambda イベントに応じてコードを実行し自動的にスケーリングするサーバーレスコンピュートサービスです。ストレージサービス Amazon S3 シンプルストレージサービス、データの保存と取得に使用されるスケーラブルなオブジェクトストレージで、バックアップ、データレイク、性的ウェブサイトのホスティングなどによく使用されます。Amazon EBS エラスティックブロックストア、a z o n EC2 インスタンスと使用する永続的なブロックストレージボリュームです。 アマゾン・グラサイヤあまり頻繁にアクセスされないデータのための低コストの長期アーカイブストレージです。データベースサービス。アマゾン・ RDS ・リレーショナルデータベースサービス、MySQL、PostgreSQL、Oracle などの様々なデータベースエンジンをサポートする管理型リレーショナルデータベースです。 Amazon DynamoDB ハイパフォーマンスでスケーラブルなアプリケーション用のノー SQL データベースサービスです。Amazon Redshift 大規模なデータセットで複雑なクエリーを実行するためのデータウェアハウジングサービスです。ネットワーキングサービス Amazon VPC バーチャルプライベートクラウド、AWS クラウド内で孤立したネットワークを作成し、ルーティングとセキュリティ設定を構成することができます。a m アマゾンルート53、スケーラブルなドメインネームシステム DNS ウェブサービスです。 AWS Direct Connect オンプレミスデータセンターと AWS の間で専用のネットワーク接続を確立します。セキュリティとアイデンティティサービス。AWS IAM Identity and Access Management AWS リソースのアイデンティティとアクセス管理を提供します。 Amazon Cognito ユーザー認証と認可のためのサービスです。AWS WAF Web Application Firewall（ ウェブアプリケーションを一般的なウェブ攻撃から保護するのに役立ちます）。開発者ツール。AWS CodeDeploy Amazon EC2 インスタンスへのコードデプロイを自動化します。 AWS Code Pipeline 継続的インテグレーション及び継続的デリバリー CI CD サービスです。AWS Cloud Formation ーーインフラストラクチャをコードとして定義及びプロビジョニングします。分析と機械学習 Amazon EMR エラスティックマップリジュス大量のデータを処理および分析するためのビッグデータプラットフォームです。Amazon 下げメーカー、モデルの構築、トレーニング、デプロイを行うための完全管理型の機械学習サービスです。Amazon q u i クイックサイト、インタラクティブなダッシュボードを作成および公開するビジネスインテリジェンス BI サービスです。 コンテナとサーバーレス。Amazon ECS Elastic Container Service クラスター上で Docker コンテナを管理します。AWS Fargate コンテナ向けのサーバーレスコンピュートエンジンです。AWS Step Functions ビジュアルワークフローを使用して分散アプリケーションを調整します。 IoT インターネット・オブ・シングス、AWS IoT Core、IoT、e、デバイスのための管理型クラウドプラットフォームです。管理およびモニタリング、AWS CloudWatch モニタリングおよびログ記録サービスです。 AWS Cloud Trail 監査のために AWS API コールを記録します。AWS Config AWS リソースの構成を評価、監査、評価します。移行とデータ転送 AWS Database Migration Service データベースを AWS に移行します。 AWS Snowball 大量のデータを AWS 内外に物理デバイスを使用して転送します。コンテンツデリバリーと CDNAmazon Cloud Front 高速なコンテンツデリバリーネットワーク CDN サービスです。 AWS は使用したサービスに対してのみ料金が発生する重量課金制を提供しており、スケーラブルでコスト効率の良い選択肢となっています。 また、クラウドベースのアプリケーションとインフラストラクチャを構築、保護、管理するための様々なツールとサービスを提供しており、すべての規模のビジネスにとって人気のある選択肢です。Thank you for watching.